ぶりのゆかさんのパーカーだよ。えい、こんばんは。へいへいへい。うん、なんかこのままだと予定の合間で、まあ、時間があったからお家に帰ってきたんだけど、ちょっと部屋をね、あともうちょいだからさ、掃除してやろうかなと思って、うん、そう、隙間時間に、いや何もしないだったら多分寝ちゃうから配信しよう、もう何も考えずに、お配信しようと思って配信開始ボタンを押しました。さっき755ではね、6時ぐらいから配信するかもって話したんですけど、本当にしましたね。どうも。まあ別になんか特にどうってことはないですよ。家事って書こう。うん、みんなと話しながら普通に家事をするっていう、ちょっとねこの土日は束の間の休息といいますか、まあこの前もあったけどさ、ちょっとまあここ数日本当ドタバタバッタンドットントンみたいな、本当ねそんな感じだったんで、だからちょっとこのタイミングでゆっくりしようかなって。配信のコメント見れるようにして、うん、もうお家はねめっちゃ綺麗になったんですよ、ママのおかげで。だけどよくいしょ、ちょっとまだ小物とかね、その辺の私がどこに置くかによって変わるものが結構そのまんまなので、ちょっと綺麗にしようかなって。よし、コメントもありがとうございます。とりあえずゴミになりうるものはもう全部捨てるわ。ゴミはポイだよ、ポイ。よし。やっぱこの時間は、うん、眠いし全然寝れる眠いし寝れるっていう、なんかもう下手な日本語になっちゃった。まあちょっとなんかね、もうちょっとなんだよね、部屋もなんか物がちょっとあるだけで、あとはもうなんかその辺、それをどこにしまうかを決めたらもう完璧みたいな、そういう状態に近いんですけど、なんかもうさ、置き場もないわけ、なんとなくさ分かると思うけどさ、これなんだ、タイプ C これではライトのブルー、なんでこうなってるんだ、よし。そう、一回ね、せっかく綺麗になったからキープしておきたいんですよね。だからこういう時間でちゃんとね、もうママに言われた通りちゃんと片付けをする。でもこのまま私はただ帰ってきただけだったら、眠いよ疲れたよってベッドに寝転がっちゃうから、それを気づくよりも先にね、こうしてやるわけね、大事。よくじゃん。でも普通に体が疲れてるんだよね。もうなんかお風呂沸かしとこうかな、帰ってきたらすぐ入れるよっつってそれでもあれなんだけどね、うん、ペットボトルちょっと何個か空いたから捨てようかな、ちょっと前にね空いたやつがまだ出てないから。
ギフトありがとうございます。お腹が鳴った。消化してるんですよ、頑張って。さあ、めんむ、マジで嫌になってくる、眠すぎて。なんかもう、まあいいんですよ別に、眠いのはさ。そう、私はね睡眠は本当に大事にしてるからさ。そう、ヨンキにも言ったもん、睡眠だけは絶対に取るんだよって寝んだよ、絶対寝んだよって。覚えらんなくなるから、集中力が切れるだけだから。そう、どんなにね忙しくても、そう絶対にね、あ、そう、もちろん心配なのもわかるけど、睡眠だけは絶対に取んないといけない。結局アイドルは体が資本ですから、もう動けなくなったらそれでおしまいなわけですよ。そう、そう、記憶の定着のためにはね、そうなんですよ、寝ることが一番大事だからね。もちろん大変なんだけどね、4期生はほとんどが新規楽曲ですもんね、どう頑張ったって。でもそれは大変だと思いますけど、でもやっぱ、うん、やっぱ寝よう、寝ないと生きてけんぜっていう感じでございますね。ギフトありがとうございます。ハートがいっぱい、キュンです。トゥ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 
かえりちゃんのかえりちゃんのこの直筆メッセージを消去したいと思います。もう残したって知らないからね。バイバイかえりのメッセージ。あ、消えた。たまにホワイトボードってさ、書き残しすぎると消えなかったりするんですけど、めっちゃ綺麗に消えた。ちょっと遊ぼう。字が綺麗。
早寝かき嫌い早寝かき嫌い。ありがとうございました。ちょっと思ったより遊べなかった。よいしょ。帰りにさ、このメッセージをさ消し忘れてることがバレてさ、まだ残してるの、まだ消してないのって LINE で言われてさ、うんっつったら、かわいいわらって返ってきた。あっつって、かわいいわら、あっつって、はい、だそうです別に深い意味も話もないです。以上で終わりなんですけど、かわいいわらって返ってきたでは眠くなってきたな、もう寝たいな、おやすみっていう気持ちを押し殺して、はい、まだやります。えらいね、もうなんかもうこの辺何なのか分かんないわ。もう絶対にいらないものはここにあるんだよね。たださ、いらないものってさ、どこにしまったらいいか分かんないんだよね。捨てるべきとかさ、そういう気持ちも分かんないけどさ、いらないものはいらないものなんだよね。頑張れ頑張れ。よし、頭が回らない。いろいろきれいにしたいね。そう、いらないもの、なんかさ、なんかもうこまごまとした、なんていうの、そう、なんかなんかなんていうの、サイン用の生写真のあんまりみたいななんかそういう、なんかいらないんだが取っといてもしょうがないけど、でもなんか捨てるのも違うしみたいなものがさ多いからさ、どうしたらいいんですか。うん、あとさ、こういつのかわからない、こうなんていうの、うわ、3月末日まである、スクラッチキャンペーン、新春スクラッチキャンペーンがある。削ってみるか。あ、末日、末日って言ってない、今あんま使わないよね、末日。口に出して読まない単語第一。よいしょ。あ、薬飲もうと思ったんだった、ちょっと薬飲むわ。そう、明日までおもろい、明日まで。でよし、スクラッチ有効期限2024年3月末日まで。よし、3月もあと1日っすよ。やばくないっすか。ヒノはやばいと思ってるよ。ヒノは全然やばいと思ってるけど、別にそのやばいは何にかかってるかっつったら、別に何にもかかってないわけよ。シンプルやばい。シンプル激ヤバじゃない、本当に嘘でしょっていう感じ。え、もう2024年が4分の1が終わるって、こちょーってなるんだけど、やばいよね本当に。じゃあスクラッチキャンペーンします。小吉、小吉、ポップコーン券一品プレゼントだって。別にいいかな別にいいかな、ごめんね。なんかでもこれビッグエコーなんですけど、ビッグエコーの極吉ってやつが、ビッグエコーパスポートなんですけど、これどういうこと、年パスってこと。絶対欲しいんだけど、そんなの
そう、ちょポップコーンはちょっとごめん今はいいかな、ごめんこれがね大吉、極吉だったらねちょっとよかったんですけど、ポップコーンだったらちょっとごめんごめんごめんねごめんねするわなぜか小声、カラオケ最近行けてないな、うん、特に理由はないですよ、単純に忙しいからなんですけど、カラオケに、カラオケってさ余裕がないといけんやん、なんていうの時間もさ、あとはその何にも追われない生活じゃないとさカラオケってまあいけないじゃないですか基本的にね、そう、その点今は全くもって真逆の生活だからね、うん、今もう他に覚えること多すぎてカラオケなんぞ行ってられるかボゲーだから、薬飲みます、よいしょ、薬っつうかサプリなんだけど、よいしょ、うん、よいしょ、でもそうカラオケはねなんだかんだ一人で行くのが好きなんですよねあんまり人と行ってもねちょっとね曲のね趣味がね合わないことが多くて、そう、だいたい私が好きな曲とかってそう合う人は本当に合うんだけど、私もこの曲好きみたいななるんだけど、だから私が 120% カラオケというものを楽しむためにはもう一人で行くことがもう何一番正解っていうことに数年前からもう気づいているので、そう、まあでもかといって私はその一般ピーポーに馴染むこともできるので今はね、うん、よし薬を揉めた、あのそう一昔前まではさカラオケで何歌っていいかよく分かんなかったからさ残酷な天使の手ずっとりあえず歌うんだけど、私のカラオケの大箱ね、いろんななんかこう家族でとかさ家族の集まりとかなんかそういう時のカラオケはだいたい1曲目は残酷な天使の手ずを歌うっていうのが私のお箱なんだけど、今はねもうねその私の得意なジャンルの楽曲が世界進出してるから、例えばそのなんだろうな最近一般ピーポーそのいわゆる私の界隈のオタクじゃない子たちとカラオケに行ったタイミングはもういつだか覚えてないけど、その時はそれこそ夜遊びさんのアイドルとか、あとは私は最強、ワンピースフィルムレッドの私は最強とか、あの辺をみんなさなんていうの知ってるから、うん、まあそれでもアニメだけどね、でもやっぱそのアニメ楽曲アニメオープニングアニメテーマが市民権を得たおかげによって大体その辺のネット系のネット要素の強めの楽曲を歌ってもおーってなってくれることが増えた、なので一般人に擬態することができる三村ひの、だから別に誰かとカラオケに行ってもその辺をそういう遊びさんとかね歌っておいたらあー知ってるってなるから、もう今は一般人に擬態できます、イエーイ、あれよ、
のはもう本当に誰でも分かる楽曲だけど、もうちょい分かるよって人は米津さんとかさ。でも米津さんのまあ有名な楽曲いっぱいあるけど、そうちょっと昔のね、メランコリーキッチンとかね、あの辺歌い出したら知らない人多いかもしれないね。83時代ぐらいのあの辺ってなるとちょっと、あでも聞いたことあるけどみたいな。いい曲なんですよ、あの時代の、ね、曲もね。とかまあAdoさんのね最近の楽曲は何でもバズりますから毎回。まあ、うっせえわってなるとちょっとね空気がね、乗れる人か乗れない人かによって変えますけどねうっせえわで盛り上がれるか盛り上がれないか否かどっちかそうこれも多分ねその場の空気感によって違うんでしょうねきっとね。あんまりそのタイミングないので、人とカラオケに行くことがそもそもないので、別に実際にそうなったことはないんですけど、うん。とか最近だとあとそうだな、何歌うかな、まあやっぱ安定の YOASOBI さん。まあなんか YOASOBI を歌えるってすげえ、歌うめえってなるから、多分なんだろう、その辺の数十人集めてカラオケに行きましたってなったら、街で数人集めてカラオケに行きましょうってなったら、そういうのはやるかもしれないね。 YOASOBI さんを選ぶかもしれない、選曲としては、ね、カラオケはね。あと私はその一人で行って歌の練習をすることの方が多いのでそう同じ曲を何十回何百回と、何百回さすがにないか、昔は歌唱力の予選の時とかにカブトムシを永遠に歌ってて、もう頭おかしくなったことあるもん。いやおかしくないよ全然、録音して歌ってで録音を聞いてここ直そうって言ってもう一回歌うみたいな、そういうの多かったですね、うん、とかとか。あとはもうアニメとかボカロ、もうボカロをとにかく歌うからね。今ボカロだとみんな何なら知ってる、酔いどれ知らずとか、酔いどれ知らずとかやったら知名度はまあまあ結構高いのかな。 TikTok でバズってる曲だからね。それ以外だったらなんだろうな、ボカロはまあ紙っぽいなとか、あとはまあその別に私はボカロはさ何でも何でもではないけど、まあ有名どころは結構抑えてる、うん、つもりではいるんだけど、まあ、プロセカもやってるしね。プロセカに入ってない曲でもまあ有名どころはそこそこ抑えてるつもりではいるが、今もうプロセカが多すぎるからな、ちょっと追加曲が全部の曲歌えるほどではなくなってしまったね。だってペースが早いんだもの。でも書き下ろしは基本わかるもんね、全部曲。すごくない？書き下ろし全部曲わかんだぜ。だってさ NCT でさえさ、やっぱこう知ってる楽曲ライブ行ってさ、あこの曲知ってるってなる曲ってさ、リアルにみんなどんぐらいなんだろうね。まあ、もちろん本当にガチオタクでみんなみたいなね、ガチオタクで毎回 CD 全部カップリングも全部聞くんだよねみたいな人ってパーセンテージ的にどんぐらいなんだろう、あんまいないのかな。みんなはどんぐらい曲聞くんですか？ NGT の曲って全部知ってる自信ありますか？うん、まあ、マックスから始まって青春時計からあの別までね、全部楽曲表題カップリング数曲あって、まあまずまあそこは押さえとくじゃないですか。で加えてアルバム曲でし
アルバムって意外と抜けがちだからね。アルバムだってリードと季語との曲とかその辺が入ってるでしょ。であとは AKB のシングルのカップリングとして出されたマックスもそうなんだけど、それ以外のみどもりとか君どことかその辺友達でいましょうとかその辺も含めて、かつあとはうーん外の曲だとドローンジェラシーとかあの辺とかね、あと私が参加したら始まりの歌とかもあるけど、あの辺全部知ってますよって人ってね、全部聞いたことありますってどんぐらいいるんだろうってね、なるよね。多分こうやって配信とか聞いてくれてる人はさ、まあね大体ね聞いたことありますよって人多いと思うけど、まあこうメンバーのことが好きで普通に、なんていうの、え待って割れた親指がある、親指ちょっと間違えた、割れた親指の爪がある、どこが割れたんだろうこれ、いつの割れたやつ、なんだっけ忘れちゃった、なんだっけ、まあそういうことですよどういうこともわからない、うん、だからここで来てくれてるみんなもね、まあ君どこあんまりピンとこないかもとかはあるかもしれないね、どこかで泣いてる日暮らしがとか、まあ古い曲ってのもあるし、うん、そう、あ、シソシナってあんま聞いたことないかもって人ももしかしたらいるかもしれないね、アルバムだからね。自然渋滞はどこかで結構やるけどさ、あとはねいろいろありますけど、そう、あーおよ、ねー、ピースよいしょ、あ財布忘れるとこだった、あぶねに、薬を貼りますなんやねんって感じだよね、びっくり、10月、これは2月、ペタペタ、どこかで泣いてる日暮らしが、うん、ちゃ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 テレレレジャジャンジャジャンよっ、あー誇りの丘の曲、確かにね誇りの丘の曲、まあ確かにそこまでいくとちょっと減るのかもしれないね、 NGT48 の公演、劇場でやったことある公演曲も含めて全曲知ってる人、ピンとくる人ってなったらちょっと減るかもしれん、そのシングル表題を知ってる人っていうさ、それだったらまあ何ですか、まあちょっとどこまでかは分かんないよ、割何割の何割かは分かんないけど、100人に聞いたらね、楽曲全部知ってますよって劇場公演に来てるファン100人に聞いてみた、あなたは NGT の楽曲何曲知ってますかっつって、まあ公演に来てるファンだとむずいか、コンサートに来てるファン100人に聞いた NGT48 の楽曲何曲知ってますかだとしたら、まあだいたい100人中全曲ってなるとまあ60とかじゃないの、
もっと少ない可能性もあるよな。50コンサートだったら結構半分くらいだと思うんだよね。 NGT の曲全部知ってるようなファンの方っていわゆるライト層と呼ばれるものですね、うん、いやもっと少ないかもしれない。多分劇場公演だったら割合高いんだよ。だから6、7割ぐらいいると思うんだけど、そう。ただコンサートってなると、ね、1曲知ってるとかさ、メンバーが好きで行ってるって人も多いだろうから、ここは半分もいない気がするよね、コンサートだと。全曲は無理で、まあ、表題曲知ってますかだったら、まあ、表題曲ファーストシングルから全部言えますかっていうクイズだったら半分じゃない、リアル半分じゃない、そこでって考えると3割ぐらい、もしかしてコンサートの NG、 ちょっと聞きたいな、コンサートの MC でMC で NGT48 の楽曲全部知ってるよって人、はーいつって何人あげるか知りたいよね。わい、リアルで多分4割だろうな、4割か3割かってなると、シングル並べられる人の方がちょっと多いかな。いや、どうだろうな、マックスしか知らないって人も意外と多いと思うんだよね、なんだかんだで。知り合いに連れられてきたみたいなコンサートだったらなおさらね。そう、うん、まあ楽曲はそもそもそんなに別に興味ない人も多いだろうしね、アイドルですけど、全然アイドルですけど、まあ、メンバーが好きで見てる、 SNS 見ててコンサートやるんだ、へえ、曲マックスしか知らないけど行ってみようみたいな人ももちろん嬉しいですからね、来てくださるだけね、うん、それで曲好きになってもらえたらなおさら、まあ、逆にこう全国的に見たら NGT の曲知ってるけどメンバーもう知らないなって人も、なんならそういう人も多そうだけどね、うん、荻生歌しか知らないんだよねって人もいそう、うん、劇場でヒアリングするのと公演でヒアリングする、劇場でヒアリングするのとコンサートでヒアリングするのは全然違いそう、うん、興味ありますよねそういうね、うん。カメラ仲間が今回初めてコンサート行きます、やった、可愛く撮ってね、今のことも撮ってねマックスより青春時の認知度が高い、あ、そう、まああれかもね、青春時計の方が認知度高いかも。マックスは48グループオタクならみんな知ってるみたいな、なんかそういうイメージあるわ、うん。なんか舞台の時も青春時計聞いたことありますみたいな話は聞いたりしたので、そう、当時ね、だから意外とそうかもしれないね、嬉しいですね、うん、まあでも業界の方とかだとマックス時の認知度が高いね、やっぱ多分だけど、うん、この前フェスに出た時もマックスやらないんだねって言われたりするので、そう、せっかくなんかこうね、やっぱでやっぱ代表曲だし、新潟っぽい、タイトルが新潟っぽいし、一回聴いたら忘れられない名前だから、マックス時315号ってなかなかセンスだよね、完全にセンス。そんな、だって列車のね、何号目というの、なんて、何列車目、そのものだけをねそのものだけをタイトルにするってすごいですからね、本当に、うん、で蓋開けてみたらすんごいいい曲だし、もうね、歌いすぎてね、もう歌詞なんてね死ぬほど聞いてますからあれですけど、やっぱ改めてこう聞くとね、うん、いい曲だなってなりますからね、マックスってね、うん、そう、315号は東京発なんですよ。東京発の昼公演にギリ間に合うように出発する
新潟へ向かうための切符っていうマックス時355号なんですよ確か私はちょっと当時別にいたわけじゃないので、うん、いいぞ。そうなんですよ。東京から新潟に帰る切符なんです、ね、よし、ちょっと意外と配信した。じゃあまた夜配信するかどうかちょっとまだ分かんないけど、ありがとうございました。壇上読みます。13位新茶ロスさん、12位リンさん、11位源五郎さん、10位鈴人さん、9位カンさん、8位栄太郎さん、7位ひよりげたさん、6位むつきさん、5位まるちゃんさん、4位ベロさん、3位突破球さん、2位埼玉高校屋さん、1位タカさん、ありがとうございます。じゃあ皆さんまた、バイバーイ。